僕らの新しい生活とともに、ある女の子が家にやってきた。これ何の花びらやろ。綺麗な。桜や。この子が産んだんや。だって女の子やもん。知ってる？女の子はいつか赤ちゃん産むけど、きっとこの子小さいから桜の花びらを産んだんよ。なあ、名前決まったで。この子の名前は桜や。おとなしくて弱っちい女の子、僕らの桜。